はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、ズブロッカのカクテル、ズブグレを作りたいと思います。材料は、ズブロッカと、グレープフルーツジュースですね。ミニッツメイド。45ml の、ズブロッカを、氷の入れたグラスに注ぎ足りまして、よいしょ。注ぎまして、はい、グレープフルーツジュースを100%グレープフルーツジュースを適量注いで出来上がりという、はい。ということで出来上がりました。で、軽くステアして、完成。はい、ズブグレの完成です。それではいただきます。乾杯。おお。あのね、グレープフルーツジュースがね、本来苦いじゃないですか。ものすごく。びっくりするほど甘い。すごいね。これは。これぞカクテルという、いったとこですね。あれに似てるね。なんだ。いや、似てないか。ものすごくね、グレープフルーツジュースのね、苦味がね、消えた。むしろなんか甘さすら感じる。すごい、これは。そしてほのかに、ズブロッカの、桜餅の香りがする。やっぱこれですよ。カクテルってのは、俺がね、やっぱカクテルすごいなって思うのは、1たす1が2じゃなくて、3か4になるんです。まあ、4にはならんかもしれないけど、3になるんですね。なんか別なものができる。ただ逆に、例えば、1たす1が2になった場合のカクテルはこれダメです。はっきり言って。ゴミカクテルですね。じゃあ、まあ今で言う、ズブロッカと、グレープフルーツジュース足しただけじゃん。両方の味するだけじゃん。足して2で割っただけじゃね、の味だね、みたいな感じのパターンですね。だがしかしこれ全然違う。なんかね、オレンジジュース飲んでんのかなっていうぐらい甘いんですよ。いや、これはすごい。俺のあの同僚が勧めただけはある。もう、一瓶ね、開けられるって言ってた。で、関係ないんですけど、ズブロッカのもう一つ、俺、アップルタイザーってやつ。ね、持ってて、で、カクテル、ね、動画に撮ったんですけど、間違えてね、動画ね、消しちゃったみたいで、また今度、アップルタイザーの方買ってきて、スパークリングシャルロッカというカクテルのね、動画を上げたいと思いますね。これは、素晴らしい。いや、別にミンツメイドが甘いっていうわけではないはずなんだけど、多分。だよね。
これミニッツメイドだから、うん。別に甘いってわけでもない。あれ結構甘いぞ。あ、酸っぱさがなくなってんだ、これ。甘いんじゃなくて、すごい酸っぱい。もともとミニッツメイド、これ、あれだ。苦味はあんまないですね。ただ、酸っぱいですね、これ。うん。結構酸っぱい。でも、カクテルにすると酸っぱさが飛ぶっぽいですね。どうやら。うん。なんかね、酸っぱさがね、あんまなくなってる。うん。うん。それで相対的に、あれだ、甘く感じてる。なるほど。やっぱこれですよ、カクテルは。ね。あ、今度あとジントニックやね、トニック買ってもらう、トニックウォーター。ズブロッカのあの、カクテルに、トニックウォーター使うやつがあるから。いや。あのね、まあ、こんな感じでね。カクテルっていうのは、まあ、まずいのもあるし、うまいね、やっぱり。うん。足して2で割った味は、しないっていうのが基本的に、うまいやつですね。これが。うん。これでこそカクテル、ですね。うん。例えばオレンジジュースとウォッカの、なんだっけあれ、スクリュードライバー。あれも、オレンジジュースと別の味がしますね。あれね。オレンジジュースをさらになんか甘くなった。感じのね、味に変わりました。面白い。そうだな。あと、顕著に出てるのが、これのスノースタイルですね。まあ、いわゆる、ブルドックってやつ。だっけ？ブルドックだっけ？あれは、本当に、塩が、甘さを引き立て、ものすごくこう、なんか甘くなって、なおかつしょっぱくなるみたいな。不思議な味になりますよね。ブルドックだったよね。あれ、ブルドッグはほんと美味しいですよ。あ、違う、ソルティードッグだった。あっはっはっは。何ブルドッグとか言って。あ、これがブルドッグですね。いわゆる、ブルドッグのズブロッカ版。これです。ブルドッグ。のズブロッカ版が、ズブグレ。なんです。スノースタイルにするとソルティードッグになるんですよね。ああ、ソルトだから。ソルティードッグだ。うん、まあそういうことです。ソルティードッグです。ソルティードッグは本当美味しいですよ。マジで。うん、本当に。びっくりする。俺が確か5つ星つけたカクテルですね。うま
まいですよ、あれは。ただ若干手間がかかる。なんて。まあ、塩も、ぶっちゃけこう、塩を小皿に持って、舐めながらこう飲んだりすれば、それでいいわって感じだけど、俺の場合。ああ。ああ、いいですね。ちょっと濃いな。いいですね。これ塩ありで、ちょっと飲みたいな。また変わるんですよ、これ。マジで、ソルティードッグにすると。ブルドッグとソルティードッグだともう天と地の差が来るよね。味がね。うん。マジで。びっくりしたもん。俺は。うん。まあでも、うん、ああそっか、ちょっとレモン汁で作るんだよね、あれな、ソルティードッグはな、このスノースタイルにすると、スノースタイルにするから、スノースタイルって本来ここに、このかグラスの縁にレモン汁をこう塗ったくって、それで塩をつけるんですよね。だから若干そのレモン汁によって酸っぱくなり、で、塩でしょっぱくなるんですよ。で、それが混ざりの、で、甘さが引き立つんですよね。うん。面白いですよ、ソルティードッグは。飲んだことない人はぜひ。ね、カクテルとかのね、ソルティードッグとは全く別物ですから。あれがソルティードッグとか笑わしてくれるわ。ね。うん。で、もう一人同僚の方で、酒があまり飲めないというか、酒の美味しさがわからないと言っていた同僚がいまして、その人が、まあ、いちいちなんか、飲み会とかで、ね、酒が飲まなきゃいけないから嫌だという話をしてて、ね。まあ、しょうがないかなと、ね。まあ、そういう話をしてましたけど。特にウイスキーの味が全くわからんと。うん。で、ウイスキーのどこがうまいのって聞かれましたね。まあ、どこがうまいんでしょうかね。あれはね。個人的には結構甘いウイスキーが好きなんで、甘さと、その、ね。何か独特のこの香りというか。ね、味がしますからね。だから、あと、芋焼酎が、もう、ものすごい、全然、ね、あれはダメだわ、っていう話をしてて、いや、俺、芋焼酎大好きですよ、つって。マジで、どこがうまいん？話をしてて。やっぱ芋焼酎は俺結構フルーティーなのが好きなんで、黒霧島とか、最近で言うと御嶽とか。で、やっぱり王者に君臨するのが、伊佐大山。まあ、伊佐大山はあれフルーティーではない、とは思うんですけどね。まあ、甘さがあんまりないからね。本当にフルーティーなのは、やっぱり、
焼き芋の味がするからすごいフルーティーでうまいよと言ったんですけど、その人はあの黒霧島あの飲んだことあるって言ってたけど、どこがフルーティーなって言ってましたね。あ、それフルーティーって、それが飲めないと、黒霧飲めないんだったら、黒霧でうまくないって言うんだったら、それもうダメですわ、つって。うん。言いました。だいたい酒が嫌いな人に酒を勧めるのは無理です。うん。しょうがない、それは。もうそれを運命として受け入れるしかないですね。その人に酒を好きになる、その気持ちがないんだったら、それはもうさっさと諦めた方がいい。逆に、嫌いなんだけど好きになりたいっていう人は、本当に、あれですよ。全然見込みはあるけど。ね。だって俺なんて、ウイスキー最初大嫌いですもん。うん。まあ、それの理由は一つ、ただ一つ。初めに飲んだウイスキーが格瓶だったという。唯一の誤算。あれひどいですね。うん。だいたい最初にまずいのを当てると、大変なことになる。ので、まずそこですね。まず、割と別種のやつを飲んでみる。うん。好きになりたいとしたら。例えば、いきなり、芋焼酎でね、いきなり白波を飲んだとか、ね。例えば、いきなり、あれ飲んだとか、なんだっけ、明るい農村をいきなり飲んだとか、ね。いう場合はもう、そっから一気に嫌いになるパターンが多いですね。まあ、俺は最初から、黒霧だったんで、全然良かったですけど。本当に、ワンカップのね、黒霧島。俺は一番最初に飲んで。まあ、動画では確か白波の方が、早かったんだけど、リアルには、黒霧の方が早かったんですよ。でね、常温でストレートに飲んだんですけど、あれは衝撃。もうまさに衝撃。ですね。あのうまさは本当にすごかった。うん、で、そっから徐々にこう、いろいろ飲んでて、あ、これはダメなやつだなと。これはうまいやつだとかって感じでどんどんこう幅を広げていってるわけなんですけど、まあそんな感じですよね。結局同じこのね、芋焼酎は芋焼酎でもやっぱりだいぶ変わってくるとか、ウイスキーなんてもう五大ウイスキーってやってもう全く別種ですからね、味がね。まあ、そこら辺やっぱりあると思います。うん。唯一、まあ、あんまり変わんないのって言ったらビールかな。ビール。まあ、ウォッカも変わんないとあんまり変わんないか。だってビールなんて基本的にほらあれでしょ？ジャパニーズビールだったらあれじゃん。基本的にみんな飲むのやつなんてビールって言ったら日本のビールでしょ。日本のビールって言ったらあんま変わんないですよ、実際。全部あれピルスナーですからね。ぶっちゃけて言えば。種別で言うともうピルスナー、全部ピルスナーですから。ジャパニーズの。うん。あるか。スタウトもあるか。まあだから黒ビールか、白ビールか。白ではないか、あれ。通常のビールか。その2種ぐらいしかないですね。まあだからもうダメな人はもうきっぱりもうダメですって
言うしかないですね。34回5ぐらいの、同僚の人が、また別なんですけど、ビールのうまさが全くわかんないと。なんであんな苦いの飲んでるのと。俺に言ってきましたね。普通逆じゃねって。俺25歳なんだけどさ、それ、35の人にそれ説明すんのって。逆じゃねっつって言ってましたけどね。まあその苦さが、だから結局俺が言ったのは、なんであんな苦いのうまいのって聞かれて、いやだって夏とかだとやっぱ暑いから甘いの飲みたくないでしょって言って、それだったらほら逆にコーヒーとか苦い系飲みたくなりませんかつって。だからビールなんですよ。って言った。逆に苦いのを飲むことによって、なんか口がこうスッキリしませんかって、甘いのを飲むとなんか、うわーってなってなんか、もたつくでしょ。だから逆にこう、ドライになんか苦いのを飲むことによって、こう気分がさっぱりする。あと喉越しとかね。喉がこう、あーって感じとか、やっぱり麦を使ってることによって、やっぱ麦茶みたいな、ああいうのの味が、香ばしさとかがあるからね。まあそういうのも、ビールのうまさなんじゃねって言ったけど、まあ俺にはわかんねえわーって言って、言ってましたね。まああの人はもう、そもそも酒自体、まあ梅酒は飲むって言ってたのよね。甘いからね。梅酒は、ああ、なるほどねって。あ、梅酒は飲むんだって言って、まあ梅酒は甘いから飲みやすいですよね、つって。あとはあのカルーアミルクとかね、そういう系は飲むらしいんで。あ、なるほどなと。まあ梅酒なら俺もかなり飲みますよ。まあ甘いのっつったら俺も、ね、カシスオレンジとか大好きなんで。カシグレでも飲むか。今回ちょっと、カシグレでも飲みますか。カシグレも美味しいよ。カシグレ。まあでも、そういう人はそういう人でまあ仕方ない。じゃね？苦いの嫌いな人っていうことは、やっぱりほら、逆に言うと舌が敏感なんですよ。その、いわゆるさ、子供の時はやっぱり苦いの嫌いじゃないですか。ね。あれはなんでかっていうと、苦いイコール危険信号だと思ってるわけですよ、子供の頃は。うん、ね、苦いからこれはやばいものだということで本能的にちょっと察知してるわけです、うん、だけど大人になるにつれて徐々にその苦いものっていうのは大丈夫なんだと。だんだん分かってくるわけです。それによって、飲めるようになってくる。で、むしろうまいものになっていく。うん。そういったことでしょう。多分ね。うん。まあでも、まあ、無理に飲むことはない、とは思います。だからさっき言ったように、ビールは嫌いなんだけど、うまいようになりたいなとかって、そういうことを思ってる人以外は、別にならなくても、何の支障もないでしょう。うん、嫌いならあれですよ。いわゆる、
カシオレとかずっと飲んでる。ね。酒の席になったら。梅酒とか。うん。まあ、俺大好きなんで、もう。飲みまくりますけど、ね。まあ。うん。でもやっぱりさ、うん。確かにビールとかは嫌いな人はいるっていうのはわかるなって。ウイスキーもね。あれもな。癖強いからな。うん、ただ俺がどうにも納得できないのは、芋焼酎がなぜ一般的にあそこまで敬遠されてるのか。芋焼酎ってさ、なんかほら、一般的にほら飲みにくいとかって癖が強いとかってイメージあるけども、少なくとも日本酒が俺、全然いいと思うけどね。俺日本酒あんまり好きじゃないけど、癖強いと思ってるんだって。だって芋焼酎なんてさ、あれだぜ。すっげえ飲みやすいと思うよ。だってさつまいも食ってるってね、焼き芋だぜ。味。焼き芋。甘くて美味しいスイートポテトみたいな。あれだぜ。なんでみんな飲めないのかな、わからん。なんか飲みにくいとかそういうイメージがあるでしょ。だから、こうまでして人間が違うかと。なんか、言われたもんだって、俺。日本酒嫌いなのに芋焼酎飲めんのって。よく言われますよ、これ。なんでみんな逆に日本酒なんてそんな、うまいうまいって飲めるのかわからない。うん。マジ、日本酒なんてチビチビとしか飲めんわ、俺。ちびちび飲んで、ああ、もういいですっていうパターン。うん。もう逆に言うと、酔っ払ってないと飲めないよね。あれは。ああ。酔っ払っても、ハイになってる状態で、あははーって言って、もうガバガバ飲むパターン。あれじゃないとガバガバ飲めない。シラフの状態で飲むと、もうダメですね。だから芋焼酎に関してちょっと、あれなんじゃないのか。みんなそういうイメージが勝手に固着してるから、飲みにくいんじゃない？いわゆるプラシーボ効果ですよ。もうこの世に、この世の大半はプラシーボ効果でできているからね。うん。ほんとみんなね、プラシーボ効果に引っかかりすぎなんだよ、マジで。やっぱ顕著な例は、安いからまずいっていう、その、わけわからん固定概念。それですよね。うん。何それと。じゃあ何、高ければうまいのかと。それ違うだろうと。ね。だから第三のビールでも、うまいものはうまいんだと。ね、安いからまずいとか。何それと。お前、B 級グルメディスってんのかと。B 級グルメ大好きなんだけど。マジで。たこ焼きとかお好み焼きとかさ。むしろ A 級グルメのあのフランス料理とかの方が大嫌いなんだけど。あれ。薄味なんかまず、くそまず。あれ。逆にまずいよ、あんな。食った気にならん。なんか、しかもこう、フォークと、あれで、ナイフで、キコキコ、キコキコ、キコキコ、みたいな。やってられんわーって。普通に箸で食わせろ、箸でって。もう絶対ああいうとこ行きたくないわ。唯一行ったのが、あれだよ。高校の時だったっけ？高校の時の、修学旅行で、そういう、あれあったけど、修学旅行で。なんか、わけわからんマナー、フォークマナーでね、
なんたらマナーを教わられて、なんかフォークとかはこう、並んでるから外側から取っていくんだよとか、わけわからんこと言って。でさ、それでまあ、うまいんだったらいいで。まずいっつうの。どう見てもまずい。とりあえずなんか見た目がなんかさ、ちょこんとしててさ、もう、細かいんだよ、これ。もう皿がさ、ボニャーってさ、でかいのにさ、ちょこんみたいな。は？何これ？いうパターンですよね。マジで。何これ？で、食ってみるとなんか別に味気ない、なんか。何かしら、なんか。ね。何かを食った、なんか。味気ない、なんか、かまぼこみたいなのを食ったような感覚と、味気ない、全く味のない、なんか薄味のなんか、何かを食ったような。なんなの？バカじゃねえ。ふざけんなと。マジでさ、ああいうのをさ、まあ、別に高いからいいで。あれがもし安かったらですよ。もう地獄ですよ。世の中。世の中地獄。逆にあれが高いから俺らは食わなくてもいいだけ、いいからいいけど、あれがもし安かったらですよ。ね、B 級グルメが逆に高かったらと考えると、うわーと。もう地獄の日々が待ってるでしょうね。いや、あれが高いから、俺らは食わなくていいからいいけど。よかったわ。食う機会ないからな。あんな高い金出して食うこともないから。いや、幸せだよ。安い。いや、高いから、まずい。高いけど、まずいっていう。安いやつがうまくてよかったよ。B 級グルメとかがうまくて。本当にさ。いやー、金持ちの家に、あれなくてよかったわ。いや、よくもないのか。まあ、そんなこんなで。まあ、これは四つ星。ずぶぐれ。四つ星。です。それではご視聴ありがとうございました。